にちは、尾上優和郎です。今日はですね、もうキャンプから帰ってきた後なんですね。熊本のですね、阿蘇の方で、コラボキャンプをしてきたんですけど、とても楽しかったです。で、皆さんですね、結構オープニング映像とか、出だしで使ってらっしゃる方もいるんで、自分もちょっと作ってみました。で、そのオープニングを見てから、動画が始まるので、よかったら見ていてください。それではどうぞ。乾杯しましょう。ゆうさんご夫妻に乾杯。乾杯。取るの忘れた。お疲れでーす。もう一回。小野君今日は初っ端からウイスキー行くそうで。もう絶対途中で寝る。途中で寝る。柿。あら。スコーンって。電子レンジもできるらしいですね。今柿いただきます。長崎の福島に里があるやつがうちの会社おって、もうこの前柿やで大変やったというか、俺電子レンジ簡単ですよって、マジでみたいな。家でする時は電子レンジが一番いい。これかな。味噌が、味噌が。こんにちは。こんばんはやろ。こんばんは。大型みたいな B 型ちわれる。あいただきまーす。俺なんか大雑把に見えばって A 型やけどな。いや、あきさんはわかる。どうすか、うん、細かいもん。厚揚げやないよね。揚げよね、これ。これも、昼食べた時これ出てくるでしょ。あ、ほんと。豆腐定食頼んだ。とんでもない量出てきますよ。へぇ。俺っていけるかな。こっちは誰もいない。iPhone の有料なカメラアプリ、で三脚つかまんでどれぐらいまでいけるかなと思ったら、一応この俺のこのデジカメラのこのデジカメラと広角50倍入ってる。ああ、おっさんおっさん。いや、ケジオさん、いいっすね。うわ、最高。あんま綺麗に撮れんの。とりあえずちょっとスーパーいざ酔いを通してからお調理しよう。スーパーほろ酔い。ほろ酔い。スーパーほろ酔い。うわ、すごい綺麗な満月やな。
で、こう横にこう見て聞こえたね、何回ね、ずっと一晩中聞こえたよね、ABG。 気がついたのが5時半ぐらい。でも全然寝ないとか、そんなレベルじゃない。手作りのあれは欲しいなと思って、俺も暇な時は経営して遊ぼうかな。余計の電池黒星さんの鍋、九州場所。名前ついただけでとんでもねえ気がくなるけど最近なんだな。片付けなきゃ、残ってんの。乗ってきた。皆さん撤収中でございます。プルやったんかな。すげえ。うおー、ドタドタ。どうなの。いや、ラバじゃないの。ラバかな。